はい、YouTube をご覧の皆様、ガッチャンです。今日、今まではですね、ここ何日間は、夜に撮っていたんですけども、ちょっとね、今日夜時間取れないので、今日これから始めます。で、今日が、ダイエット始めて33日目で、ダイエット始めて33日目で、ダイエットサプリを使い始めて33日目で、本格的に始めて23日目かな ?24 日目かな、どっちかです。で、ですね、本格的なエクソサイズを入れて始めて、1週間、10日目ぐらいかな。まあ、その中で、毎日、夜エクソサイズをしてます。まあ、それはね、Facebook ページで、こんな風にやってますよーっての発信しているというか、まあ、ごく一部ね、発信してるんですけども、まあ、現状報告みたいな感じです。で、その後なんだっけ。はい。そう。いつもエクササイズ終わった後に、ぴょんぴょんエクササイズをやって撮ってたんですけども、だからもうすごい汗だくだったんですが、そう、さすがにね、ちょっと体力的に無理だなと思って、ちょっと別の時間に先に撮っちゃうこともしました。まあ、そんなわけで今日もやっていきたいと思います。なんかね、この時間ね、ちょっと、外が寒いっていうか、室内も寒くて、お手足がちょっと冷たいので、タイマーっていうのを切った。そう。ちょっと大きいジャンプをしたいと思います。タイマーっていうのを切った。よし、3分間。はい、3分間。よいしょ。よいしょ。なんかね、そのうちが熱くなるかもしれないけどね。はい。XM3 とスーパーミックス。XM3 はね、日本国内では売ってないみたいです。で、欲しいっている方は、並行輸入か、既に代理店の人から、購入してください。はい。私も一応代理店なので、一応じゃなくて代理店なので、ご連絡いただければ、譲りすることができます。はい。で、スーパーミックスは、スーパーミックスも必要だね。はい。そう。で、最近までね、よく知らないまま飲んでたんだけど、もうリンガっていう葉っぱがあって、そう、それを使ったダイエットサプリなんだけど。でもリンガってね、私もまだ全然よくわかんないけど、日本の国内ではあんまりメジャーじゃないらしいんだけど、世界では結構メジャーな、スーパーフードらしくて、そう、スーパーフードらしいんですけども、まあ、それが主成分のサプリです。はい。で、飲み始めた頃はね、急に体がわーっと熱くなったりとか、なんかね、全身に行き当たってるような感じとか、急に、飲み始めた時に、天然カリが強いらしくて、結構フラフラってしたりとかしたんですけども、そう、飲み始めてね、まあ、1ヶ月ぐらい経つと、そんなに極端に、感じることはありません。そう、あと一杯。でですね、まあ、人によっては体質に合ったとか合わないとかあるかもしれないので、はい。ぜひね、かったんです。実は、途中で止まってしまって、あと1分ぐらいのところで止まってました。そんなわけで、あと1分ぐらいぴょんぴょんしたいと思います。そう、どこで止まったかわかんないんで、いいんですけどね、最近ね、スマホのストレージがいっぱいいるんですよ。どのアプリが食ってるのかな？そう、アプリ、どのアプリがどれくらいの容量を食ってるかっていうのを調べる方法をちょっと検索して、見てみたいと思います。動画をね、くっつけてるので、まあ、ずっとやってるというように見えますけども、そう、まあ、一回からできちゃうとね、なかなかね、
と、なかなかなんですけど、この後、まあ、IDDD を持ってるので、あれでしょ。そんなわけで、残り1分ぐらい。よいしょ。はい、そんなわけで、今日も、3分ジャンピングして、エクソサイズをしています。はい。今日の体重を、最後に、ご覧、貼っておきますね。痩せてきたなと思っていただければ幸いです。皆さんの応援が私のモチベーション。ぜひ、いいね、もしくはチャンネル登録いただければ最高です。ガチャンでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。